中国軍の無人航空機 TB-001 が単独で東シナ海から沖縄方面を経由して台湾方面へと初飛行したみたいだね。また中国か。自衛隊もスクランブル発進を行っているんでしょ？ああ、だけどこのまま頻度が増えれば、自衛隊にも負荷がかかるだろうな。ほんと、好き勝手やってくれるよね。そうだね。さて今回は前述の通り、中国軍の無人機が沖縄方面を経由して台湾方面へ飛行したことについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。2022年7月25日、中国大陸の上海島のある東岸地域から離陸したとおぼしき中国軍の無人航空機 TB-001 が一機東シナ海を南東方面に進んで沖縄本島と宮古島の間を飛行して太平洋側に抜け、南西方面へと進路を変えたみたい。中国軍のこの無人航空機 TB-001 は、宮古島から石垣島の南方海上をそのまま南西方向に進み、台湾の東部に並走するような進路で南下を続け、南端の馬祖海峡へと抜けて中国へと戻ったと推察されているよ。日本の航空自衛隊ではこうした中国軍の TB-001 の動きに対して、沖縄の那覇基地に拠点を置く南西航空方面隊所属の戦闘機がスクランブルを行い警戒監視に当たったが、当該機による日本への領空侵犯は発生しなかったんだ。今回の中国軍の無人航空機 TB-001 のこうした行動が注目されたのは、当該の機体はただ一機のみでこうした進路を飛行した点にあり、このような動きが確認されたのはこれが実に初のことであったことに尽きるよ。つまり中国軍の無人航空機 TB-001 は単独でこうした飛行進路を取り得る能力を、遠隔操作もしくは自律飛行で示したわけであり、そうした分野の無人航空機の運用技術を従来よりもはるかに向上させていると見られるな。実は昨年2021年8月にも今回と似たような進路で同様に無人航空機 TB-001 を含み、さらに別の無人航空機 DZK-005 と有人の哨戒機の編隊が飛行し日本へ接近。この時も航空自衛隊がスクランブルを行う事態が発生していたんだ。この時確認された DZK-005 は比較的古いタイプの大型の無人航空機であり、江西広宮古航空工業集団が製造を担当し2006年に公表され、全長約10メートル、全幅約20メートルの双胴型の形状をしている機体だったみたい。DZK-005 は最高速度が時速 635km、巡航速度が 180km、最大高度が 18,000m、巡航高度が 8,000m で、航続距離最大 3200km、連続飛行時間は最大で40時間と公表されているよ。中国ではこの DZK-5 をアメリカの RQ-4 グローバルホークに匹敵する性能と喧伝しているんだけど、こちらは全長約 13.52m、全幅約 35.42m で、巡航速度 570km、航続距離も 22,779km とはるかに大きいんだ。それでも中国の DZK-5 は最大で 300kg までの巡航ミサイルや各種の誘導爆弾を搭載可能とされており、中国軍では少なくとも100機以上の機体を空軍海軍に配備している模様で、すでに2013年頃より日本の周辺に出没していたみたい。これに比して今回の主役たる中国軍の TB-001 は、中国でも2016年に設立されたベンチャー企業の天王運テクノロジー社が開発を手掛けた無人航空機で、その開発自体も2017年と比較的に新しいものってわけ。TB-001 は前述の DZK-005 と同様に全長約10メートル、全幅約20メートルの双胴型の無人航空機で、巡航速度が 300km、巡航高度が 8000m で、航続距離最大 6000km、連続飛行時間は最大で35時間とされているよ。TB-001 は兵装として最大で1トン、数にして8発までの巡航ミサイルや各種の誘導爆弾を搭載可能であり、より小型の巡航ミサイルの場合であれば最大で24発まで搭載可能と、打撃力においてほぼ同じ大きさの DZK-005 を大きく凌駕しているな。もっとも TB-001 で注目すべきスペックはやはりその 6000km にも達する航続距離であり、衛星通信を介することでその行動半径は最大 3000km に及ぶため、今回のような日本の周辺海域への進出が可能となっているってわけ。TB-001 は中国軍のみならず海外にも輸出されており、2021年には中東のサウジアラビアが購入を行ったことが判明しているんだけど、今後の動向移管によってはさらなる導入国が追加で発生してくることも予想される機体なんだ。ちなみにロシア・ウクライナ戦争でも初期にウクライナ軍が活用して大いに名を挙げたトルコ製の無人航空機バイラクタル TB-2 は、全長 6.5 メートル、全幅12メートル、最大兵装搭載 450kg、巡航速度 130km ほどだな。
こうした中型の無人航空機と呼ばれるバイラクタル TB2 に比して、中国軍の TB001 は大きさ、兵装搭載量、速度ともに大きく上回っていることになるね。攻撃用途で見れば打撃力は高く、広い洋上での展開任務にも適した機体だと言えそうだね。無人航空機という新種の兵器カテゴリーにおいては、トルコのバイラクタル TB2 が世界中の注目を集めていることからも明らかなように、スペックと価格のバランスによってはベンチャー企業の製品が広く普及する余地が残されているってわけ。そうした意味では特別に革新的な技術を投入していなくとも成功する機体が今後も登場する可能性は高く、民製品も含めて世界の無人航空機のトップシェアを握る中国企業は、さらにシェアを拡大してくる恐れがあるだろうな。ことに無人航空機の分野においては前述したアメリカの R94 グローバルホークや M94 リーパー等が一昔前であれば世界的にも著名であったんだけど、より簡易で小型で安価な機体を数多く投入することがトレンド化する方向に向かっているようだね。これは無人航空機の場合は有人航空機に比して最も時間とコストを要する搭乗員の育成が不要であり、しかも機体自体の単価もはるかに定額であることから、多数を投入して多少の機体に損耗をきたしても良いという性質が寄与しているぜ。人材を失う危険もないし、安価で済むならこっちの方がいいもんね。アメリカの R94 グローバルホークや M94 リーパー等は、同国がさすがに世界一の軍事大国だけあって無人機とはいえ機体そのものにも少なくはないコストが注がれていたんだけど、こうした傾向は上書きされ押し流された感が拭えないね。また今回の TB001 の沖縄方面への進出に対して、航空自衛隊では有人戦闘機をスクランブルさせてその監視活動に当たったんだけど、こうした行動は後者の人的コスト的な負担増を招き、頻度が増加するごとにそのダメージは増していくこととなるんだ。こうした行動を中国軍が常態化させてくれば、航空自衛隊としてもその都度スクランブル対応を行うことは人的コスト的なダメージの蓄積となり、組織や機材をいたずらに消耗させるだけの釣り合わない行為になる可能性が危惧れるぜ。中国もそれが狙いなのかもね。卑怯にも思えるけど、戦略的といえばそうとも言えるし。すでに台湾に対して中国は、無人航空機ではないが有人航空機で数に物を言わせた防空識別圏への侵入行為を近年繰り返す行動に出ており、すっかり疲弊してしまった台湾側は有人戦闘機のスクランブルを一部地対空ミサイルでの追尾に切り替えているんだ。中国はこれまで中国海警局の艦艇を尖閣諸島周辺海域に侵入させる挑発行為を繰り返してきたんだけど、今後はこうした TB001 のような無人航空機を使用して空から同様の行為をはるかに低コストな手法で実施してくることが予想されるよ。これを考えれば日本側も有人戦闘機のスクランブル対応ではなく、台湾のような対応方法にシフトすることは必須と思われるんだけど、中国の無人航空機が仮に領空侵犯に至った場合の対処も現状では定まっていないのは由々しき事態と言えるだろうね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。